雨が降り始めています。まもなく試合開始。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？とにかくね、あの 1,2 番の出塁ですよね。その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。バッターボックスは6番中村。イーグルス、ヒットとフォアボールでピンチを広げています。さあ点差を詰められたくないこの場面。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。初球は大きな変化球、ボールになります。レフトへ浅いフライになった。ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。セカンドランナーホームイン。マリーンズ1点返しました。5対4、イーグルス。さらに三塁一塁のピンチが続きます。ここは組み立て直していきたいですね。さあこの場面で打席には7番の吉田が入っています。初球から打っていった。ぐんぐん伸びる。外野へまだ伸びている。真ん中深いところ破っていった。ボールは中継。サードランナーホームイン。ホームに送球する。ファーストランナーもホームイン。マリーンズ逆転、6対5になりました。イーグルスなおもピンチが続きます。楽天イーグルス痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。いい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったマリーンズ、接戦をものにしました。一方のイーグルスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルス敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦誠にありがとうございました。